どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、今週のね、細かいニュースをね、まとめて紹介していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、まずですね、フィリピン航空とアメリカン航空が新しいコードシェアパートナーシップを開始ということで、こちらね、もう開始になってるみたいですね。2023年12月の12日の午後6時からですね、フィリピン航空とアメリカン航空はね、パートナーシップということで、まだね、私が検索した感じだと、アメリカン航空でね、このフィリピン航空の特典航空券で出てこなかったので、利用することはまだできなそうなんですけども、まあ、今後ね、こちら、利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらもぜひね覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。旅行者はフィリピンと米国家のシームレスに接続するということで、マリアフィリピンテキサス州フォートワースフィリピン空港とアメリカン航空はフィリピンの航空会社が米国のいくつかの目的を初めて販売したフライトを導入し、アメリカの客を東洋の真珠マリアのセブ美しいビーチに旅行できるコードシェアパートナーシップを開始いたしましたということで、まあ、こちらねもうねアメリカン航空の方では予約できるんでなっているみたいですので、まあ、この点ね覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、これね一つの動画にしようかね非常に迷ったんですけども、エアードゥのドゥセール期間限定のとってもお得な運賃ということで、これねめちゃくちゃお得です。2023年12月の15、0時からですね、2023年12月18日23時59分まで、こちらね、予約することができて、対象搭乗期間はね、2024年の1月の12日から2024年2月の29日ということで、こちら札幌の雪祭りとかも多分こちら対象に入ってると思うんですよね、期間的に。それも、その路線も全部含めてですね、全路線、5000円で利用することができるって言った形になるんですよね。もちろん航空使用税とか税金とかね、別途入ってくるっていう風になりますんで、まあもうちょっとね値段上がると思うんですけども、こちらねめちゃくちゃ安いですよね。でこのねエアドゥのね就航路線についてなんですけども、こういった形になっておりまして、東京から札幌、旭川、もまんべつ、釧路、帯広、函館、1日12往復とかね、札幌新千歳がね、出てるっていう風になりますんで、かなりね、いいですよね。これも全部5000円ですからね。あと仙台とか名古屋とかね、神戸とかね、いろんな路線があるわけなんですけども、こちらもね、全部1路線ね、5000円で利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、この動画出てる頃にはね、このセールも開始になっているっていう風になりますんで、ぜひね、利用されたい方は、チェックねしていただければなと思います。余談ですけども、このエアドゥでね購入した運賃のね航空券に関しては ANA のねステータスは利用することができないっていう風になりますんで、まあ、この点はね注意していただきたいな、なんていう風に思います。またね多分ねこのセール運賃種別とか出てんのかな、確かヤフーニュースとかにはね書いてあったと思うんですけども、キャンセル不可だと思いますので、まあ、予約はね慎重にしていただくのと、やはりねこの時期のね北海道っていう風になりますんで、遅延とかもねぜひ気をつけていただいて、クレジットカードにね付帯している旅行保険とかもね必ず見直していただいてね利用ねしていただければな、なんていう風に思います。やはりね毎年ではないですけどもね、やはりこの1月2月のね寒い方面っていうのは結構欠航とかねそういうので飛行機ね欠航になったりする場合もねございますので、この点は注意していただきたいな、なんていう風に思います。それではですね、イデア、ちょっと前にね、話させていただきましたけども、イデアボーナス放出祭りということで、こちら2023年12月の13日から12月の27日まで、こちらね、必ずもらえるイデアボーナス大放出祭りということで、キャンペーンのね、詳細がやっと紹介されて、最大ね、1000円分のね、ボーナスがもらえるっていう風になるわけなんですけども、こちらね、条件がかなり厳しくなっておりまして、もともとね、1万円以上の入金で1000円もらえるんじゃないかみたいな感じでね、ツイッターは結構大騒ぎになってたんですけども、ちょっと蓋を開けてみたらですね、結構厳しいっていう感じで、期間はね、12月13日から12月の27日まで、で、キャンペーンの対象条件ということで、キャンペーン期間中に1万円以上の入金ですね。で、二つ目、ボーナス付与時点で1万円以上の残高保有。この二つがキャンペーン条件っていう風になりまして、ボーナスの付与タイミングは2024年の1月31日をメイドとして対象者のイデアアカウントに付与いたしますということで、これもらえる金額なんですけども、既存の方と新規の方で分かれておりまして、私の場合ですね、1万円以上、10万円未満のね、方の場合は100円、10万円以上50万円未満の方は300円、50万円以上90万円未満の方は
500円、90万円以上残高ある方は1000円っていう風になっておりますんで、1万円以上入れてさらにね90万円以上の残高がないとこの1000円はね取りに行くことができないっていう風になりますんで、まあ、ちょっとねこれはあのイデアっていうのはですねプリペイドカードでねチャージすることができるんですけども、残高をねどうやっても出金することはできないっていう風になりますんで、まあ、ここまでね利用される方ねいらっしゃらないかななんていう風に思いますので、まあ、お財布とね相談していただいて、まあ、チャージしていただければななんていう風に思います。まあ、私はここをちょっとやるかやらないかっていうところですかね。新規の方はねもうちょっと条件緩いんですけれども、まあ、この点はね覚えておいていただきたいななんていう風に思います。それでは次にですねちょっとねびっくりだったんですけども、こちら視聴者の方に、ね、教えていただいたんですけども、私ね以前ねヒルトンアメックスでヒルトンポイントね購入した時って100円でプレミアムカードでね買ったんですけども、100円でね 3% 通常のねあの還元率同じね還元で、まあ、ポイントがもらえた覚えがありまして、まあそれから変更はないだろうっていうふうに思っていたんですけども、先日のねキャンペーンで購入されてヒルトンアメックスでね切った方プレミアムカードでね 7% 付与された方がねいらっしゃるということで、もしかしたら仕様が変わったのかもしれないですね。まあ今回のねキャンペーンからこの日本円での表記になりましたよね。これもね結構驚きだったわけなんですけども、ちょっとねヒルトンポイント購入される方はですねヒルトンカードでね購入していただくのがね、まあ、いいのではないのかななんていうふうに思いますので、この点もねぜひ覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。もしねこちら購入してヒルトンアメックスでねあのポイント付与されたらですねぜひねチェックしていただいて、結果もねよかったらあの動画のコメントにね教えていただければななんていうふうに思います。それでは次にですね、ヒルトン系の話で、ヒルトンラグジュアリーブランド、LXR ホテルズ&リゾーツ、ロキオートとね、同じブランドが東南アジア初となるバリで開業がね、されました。こちらもね、開業しておりまして、ウマナバリ LX& ホテルリゾーツっていうね名前で、今ね一泊ね9万ポイントぐらいでね宿泊することができるということで、こちらね下の方を見ていくとですね、こういった感じのねめちゃくちゃ素敵なねホテルになってるんですよね。バリ島ね、もしね行かれる予定のある方はですね、こちらねぜひチェックしていただければななんていうふうに思います。めちゃくちゃ素敵ですよね。それでは次にですね、とうとうね、こちらマリオットのね、プレスリリースも載りました。マリオットのエディションホテル東京銀座ですね、とうとうオープンいたしましたね。本当にかなり前からですね、こちら、オープンすると言われて延期を続けていた東京エディションホテル銀座なんですけども、2023年12月12日にですね、とうとうね、オープンいたしました。非常に素敵そうですよね。こちらもね、ちょっとね、私も行きたいんですけども、お金の関係でちょっとね、行けそうもないんですけども、まあ、こちらね、もうね、オープンしておりますので、まだポイント予約ってもう空いてんのかな?ちょっとそこまで確認してないんですけども、まあ、こちらね、無事営業開始いたしましたので、楽しみにされた方はですね、ぜひね、予約入れてみるのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。一応ね、なんかプレオープンが今、みたいな感じらしいんですけども、ツイッター上のお友達の話だとね。でもこちらにはね、特に書いてないですね。はい。ですね、もう本格オープンにそのままなっているんですかね。はい。ということですね、こちらもぜひ東京エディション銀座等々ね、開業いたしましたんで、覚えておいてください。それでは次に楽天カードですね。楽天カードサインパレスレスの署名欄なしのね、発行開始のお知らせということで、こちらね、楽天カードね、今後、こういったね、今のデザインから、こういったね、サインするところがないね、サインレスのカードをですね、発行ね、開始したって言った形になるんですよね。まあこちらね、従来クレジットカードのサインパネルは、時期読み止め時による利用時に本人のご利用であることを確認するため必要でしたが、最近では IC カードの取引の普及やタッチ決済などが広がりを受け、一部取引を除いて、署名自体が不要というケースも増えています。署名をなおなくすことでカードご利用時にお客様の大切な情報を見られる心配なく、より安全安心にクレジットカードをご利用いただけますということで、まあこういった感じのね、変更にね、なるって言った形になりまして、対象カードは楽天カード、楽天ピンカード、ゴールドカード、プレミアムカード、楽天アカデミービザということで、一応こちらね、ビザブランドのみ対応するみたいですね。こちらもぜひね、楽天カード持ってる人ね、かなり多いと思いますので、まあ、変更されたい方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、高台寺円徳院のですね、こちら昔ね、旧京都観光
旧、京都特別観光ラウンジっていうのはね、こちら、サービスね、あるんですけども、まあ皆さん知ってる方多いと思うんですよね。で、こちらはですね、なんとね、今利用することができるカードって、このカードが、まあこちらね、無料で利用することができて、ここでね、サービスが、無料で利用することができたり、お茶のサービスがいただけたりですね、またね、駐車料金が1時間無料であったり、配管無料とかね、利用することができるんですよね。で、対象カードが、こういった感じのね、クレジットカードが、対象になっているわけなんですけども、こちらね、アメックスのプレスリリースで、アメックスのグリーンカードね、月会制に変わったこのアメックスグリーンカードなんですけども、2024年の1月の7日から2024年3月18日ですね、こちらグリーンカードのご本人様と同伴者2歳以上1名まで利用することがね、できるって言った形になるんですよね。まあ、こちら期間限定にはなるわけなんですけども、もしね、アメックスグリーン持っている方に関しては、まあ、このタイミングでもし京都行かれる方であればですね、ぜひね、こちら利用してみていただければなと思います。私もね、こちら行ったことがないんでね、今度ね、京都行く機会ございますんで、ちょっとこちらね、時間があったら立ち寄りたいな、なんていうふうに思っております。それでは次ですね、続々と開始になっている電車のね、タッチ決済だったりコード決済なんですけども、次はですね、京王電鉄が2023年度中に京王電鉄でクレジットカード等のタッチ決済などを導入し、新たな乗車サービスの実証実験を開始いたしますということで、こちらね、2023年度中にこのスマートフォンにね、搭載されたコード決済であったり、タッチ決済をですね、一部の駅にて開始して、2024年度内には全駅を対象に開始することを、お以下の通りお知らせいたしますということで、いや、とうとうね、どんどんね、この、電車もね、タッチ決済、コード決済がね、利用することができるようになってきましたよね。本当にあとはね、JR だけだなっていうふうに思うんですけども、本当にね、クレカのタッチ決済使えるようになったらね、本当に便利ですよね。はい。今ね、モバイルスイカにチャージしたりね、まあ私はね、わざわざマリオットのポイント取るたびに、クレカが使えるね、券売機で、カード買って、カードで、ね、切符買って乗ったりしておりますけども、いや、本当にね、こちらどうにかね、JR もね、導入してほしいですよね。まあ JR にはね、スイカがありますんでね。まあ、いつになるかわかりませんけどもね、両方ね、併用できるようにね、してほしいですよね。で、またね、今回、京王電鉄がね、開始になって、ちょっと前にね、東急電鉄も、こちらね、コード決済とね、クレジットカードのタッチ決済ですね、2023年12月の12日から、東横線、目黒線全駅でも開始し、2024年1月中に東急線全駅で実施しますということで、こちらもね、利用することができるようになるんですよね。いや、本当にね、JR さんどうにかね、お願いしたいところですよね。いや、本当にこちらね、まあ、外国の方もそうですけども、クレジットカードに乗れるとね、非常に便利なんでね、ぜひこちらね、早く導入していただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、デビットカード Google Pay 対応記念キャンペーンということで、ネオバンク、住信 SBI ネット銀行の Google Pay のね、登録、デビットカード3000円以上の利用で現金500円プレゼントっていうね、16% か 17% 還元ぐらいのね、キャンペーンが来ております。こちら Google Pay っていう風になりますんで、Android 端末をね、持ってる方限定にはなるわけなんですけども、Google Pay でこちらで3000円以上利用していただければですね、現金500円もらえるっていう風になりますんで、こちらね、非常にお得っていう風になりますんでね、ぜひこちらは、住信 SBI 銀行のね、デビットカード持ってる方で、Android 端末持ってる方はですね、ぜひね、こちらエントリーがね、必須っていう風になりますんでね、ぜひ利用してください。期間は12月1日から来年の1月の31日までということで、対象となる取引はまずエントリーしていただいて、対象の支店のデビットカードを設定した Google Pay をご利用であること、またね、対象期間中に3000以上の利用があることということで、対象となるお客様は、発行されたプラチナデビットマスターカードの個人利用のお客様、発行されたデビットカードマスターカード個人利用の方、また対象支店は住信 SBI ネット銀行アプリの方は対象ですということで、こちらのアプリをね、利用されている方、またこのね、支店名とかの方が利用することができるって言った形になります。で、ビザのね、デビットカードは対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。で、特典は500円で、特典付与は2024年の3月頃にね、もらえる感じですね。はい、こういった形になっておりますんで、まあ、これはね、非常にお得ですんでね、私も Android 端末持ってますんで、こちらは、利用していきたいなと思います。
それでは次にですね、MI カードのゴールドカード付帯保険保証内容の変更のお知らせということで、すべてのゴールドカードがですね、2024年4月の1日以降、保険金額が以下のように変更になりますということで、まずですね、自動付帯から利用付帯にね、変更になります。変更になる日なんですけども、2024年4月の1日以降ですね、利用付帯にね、変更になるっていった形になります。で、またですね、自動付帯から利用付帯にね、変更になるんですけども、金額もね、大幅にね、金額も下がります。最高5000万だったのが3000万とかね、それ以外に300万になったところも100万になって、救援者仕様も100万になってということで、かなりね、大幅に悪くなるっていう風になります。またね、国内旅行保険のね、付帯も終了になりますし、またね、ショッピング保険の保険金額も年間300万から100万円に下がるっていう風になりますんで、メインカードにされてる方っていうのはね、ほとんどいないと思うんですけども、まあこういった感じでね、かなり悪くなるっていう風になりますんでね、MI カードゴールドプラスね、羽田空港のね、昔はティアットラウンジがね、入れる、唯一のカードって言っていいほどね、年会費の安い1万円ぐらいのカードでね、この MI カードゴールドプラスっていうのは、羽田空港第3ターミナルのティアットラウンジね、利用することができてたわけなんですけども、まあ今はですね、クラリティパスね、対応いたしましたので、まあ、このカードじゃなくてもね、入ることができてしまうっていう風になるんですよね。まあ、今後はね、第2ターミナルの国際線のね、カードラウンジはね、この MI カードゴールドじゃないとね、入ることができない。またそれ以外だとね、アメプラとかじゃないとね、入れないね、結構希少なラウンジはね、ティアットラウンジプレミアムだったかな、入ることができるっていう風になりますんで、まあそちらでっていうところなんですよね。ですので、解約される方結構多いかななんていう風に思うんですけども、一応ね、変更が来ておりますんで、この点は覚えておいてください。それでは次ですね。これはちょっとね、今度行った時に狙いたいなと思ってるんですけども、羽田空港の対象のね、ANA フェスタで多いお茶を買うと、パスポート風のメモ帳がもらえるということで、こちらね、結構人気があるみたいで、すぐね、なくなってしまうみたいですので、もしね、欲しい方は、2023年12月の12日からね、こちらやっているわけなんですけども、対象のね、羽田空港の ANA フェスタで多いお茶買っていただくと、このパスポート風のね、メモ帳がもらえるっていう風になりますんで、もし欲しい方はですね、ぜひね、こちら、ゲットしていただければなぁなんていう風に思います。私もね、近いうちに空港行く予定がございますんで、こちらはね、積極的にね、ゲットしていきたいなぁなんていう風に思っております。それでは次ですね、JAL Pay が Google Pay 対応いたしますということで、Android ユーザーの方はですね、JAL Pay ね、Google Pay ね、登録することができるようになりましたということで、Android ユーザーでね、JAL Pay 使いたいよっていう方は、ぜひね、ダウンロードしといていただければなぁなんていうふうに思います。私もね、今回のニューヨーク路線ね、この JAL Pay で決済させていただいたんですけども、結構ヒヤヒヤでしたけども、高額ね、決済も利用することができたっていうふうになりますんでね、ぜひこちら Android ユーザーの方は覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、なんとセゾンカードからね、お知らせが来ておりまして、プライオリティパス同伴者料金改定のお知らせということで、いや、こちらね、残念なお知らせが来てしまいました。ということで、セゾンカードにね、プライオリティパスの同伴者料金って、なんか知んないけど、すごい安かったんですよね。まあ、これはね、正直、値上げ来るだろうな、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、2024年1月の16日よりですね、一人今まで2200円だったのが4400円に変更になります。で、対象カードはね、こういった形になっておりまして、残念ながらですね、ここら辺の、ね、セゾンプラチナビジネスとかね、セゾンプラチナビジネスプロとか、まあ、ここら辺ね、全部、対象になっているっていう風になりますんで、ほとんど有名なカードっていうかね、カードは、対象になってしまってるっていう風になりますんで、残念ながらですね、今までね、結構お得にね、利用することができてたわけなんですけども、まあ、今後はね、同伴者料金は一人ね、4400円かかってくるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなぁなんていう風に思います。まあ、友人とかね、連れて行かれる方で、まあ、ラウンジね、体験させたいみたいな感じでね、利用されてた方もね、結構いらっしゃったり、またね、ご家族の方をね、利用されたいっていう時に、まあ、一人2200円だったらみたいな感じでね、利用されてた方ね、結構いらっしゃったかと思うんですけども、こちらね、変更になるっていう風になりますんでね、ぜひ覚えておいてください。それを受けましてですね、先日ね、こちら、プライオリティパスはね、安い、クレジットカードまとめでね、紹介させていただいたんですけども、まあ、こちらね、今まで2200円でね、ここら辺が利用することができてたわけなんですけども、まあ、ここら辺ね、全部、4400円にね、変更になるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。
それでは次にですね、こちらね、対象者限定でメールが来ているみたいなんですけども、私ね、来てないんですよね。ちょっとね、来たら考えたいななんていうふうに思ってたわけなんですけども、こちらね、ぜひセゾンアメックスプラチナビジネスね、持っている方は、メールね、12月のね、8日とか9日とかそこら辺にね、来ているみたいなんですけども、セゾンからのメールで、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードをご利用している方にですね、プライベートにもう1枚ということで、セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードのプラチナビジネスを持っている方に、プラチナ個人カードをですね、年会費永年無料でキャンペーンがね、メールで送られているって言った形になるんですよね。もちろんね、こちらはセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードを持っている方じゃないと、まあ、このインビは来てないですし、このプラチナビジネスで保有していないと、こちらの優待は受けることができないんですけども、まあ、年間ね、22,000円。今、初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、まあ、今はね、お金かかってないと思うんですけども、まあ、今後もね、22,000円かかっていくわけなんですけども、個人カードの方はですね、年会費永年無料でね、利用することができるっていう風になりますんで、このカードはね、JAL マイルを貯めるね、メインカードにもなり得るっていう風になりますんで、もしね、このセゾンアメックスプラチナビジネスね、持っている方で、セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードをね、メインカードにしたいよっていう方は、ぜひね、こちらチェックしていただいて、申し込みね、していただければな、なんていう風に思います。で、このね、プラチナビジネスと、これと個人カードね、何が違うのかっていう話なんですけども、もともとね、この個人カードとビジネスカードって結構差があったんですけども、先日ね、年会費の優遇がね、このビジネスカードにあったんですけども、まあ、それがなくなったタイミングでね、ほとんど特典は一緒なんですよね。で、違うところっていうと、こちらなんですよね。セゾンマイルクラブですね。このね、セゾンプラチナビジネスのね、アメリカンエクスプレスカードっていうのは、一番上にね、あると思うんですけども、このセゾンマイルクラブに登録しないとね、JAL マイルの還元率、基本で 1.125 取れるんですけども、このセゾンマイルクラブに登録しないとその還元率で出せないんですけども、これね、ビジネスカードだけ年会費かかるんですよね。まあもちろん15万マイル到達すればね、次年度無料になるね、優待はあるんですけども、まあ、基本はかかるんですけども、このね、個人カードの方は、セゾンマイルクラブね、無料で利用することができて、またね、家族カードもですね、今回のこのインビもらってる方は、4枚までだったかな、無料で発行することができるっていう風になりますんで、家族の多い方で、このカードをね、メインカードにして、家族カードも発行されたいっていう方はですね、まあ、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。ね、メール来てないかですね、チェックね、していただければな、なんていう風に思います。はい、それでは次ですね、またね、カムトゥークーポンでオリーブが来ております。オリーブね、フレキシブルペイ、皆さんね、発行しましたかね。私はね、このオリーブね、一般カードを発行してしまって、やっとね、プラチナカードに、今ね、オリーブってね、解約するの結構めんどくさくて、アプリで申請して、なんか郵送してもらうみたいなね、やっとね、解約手続きが済んで、私もね、こちらですよね。はい、プラチナ、プリファードね、これ、この動画撮ったんで申し込もうと思ってるんですけれども、今、初年度年会費無料がね、2023年3月1日からずっとやっていて、まあ、こちらでもですね、SBI 証券のクレカ積み立てで 5% 還元取れるっていう風になりますんで、こちらね、発行したいなっていう風に思っているわけなんですけども、まだね、発行されてない方はまたね、このポイントインカムで、このオリーブの案件ね、新規アカウント登録申し込みしていただいて1500円。で、またね、B グループからもう一個ね、やっていただくと、プラスでね、4000ポイントもらえるんですよね。4万ポイント、4000分ですね。だから合計で5500円分ね、もらうことができます。こちらね、両方の案件ね、参加するクリックしていただいて、利用していただく必要があるんですけども、まあ、B グループね、このシーポン無料会員登録とかね、ふるさとチョイス無料会員登録とかね、無料で会員登録するだけでですね、こちらね、達成することができるっていう風になりますんで、一応この150円とか160円とかね、一緒にもらえますので、もしね、オリーブフレキシブルペイですね、まだね、やってない方はぜひね、チェックしてください。ここでね、5500円もらうことができて、またね、こちらですよね、オリーブの方で、今ね、ずっとこちらね、やっておりますけども、オリーブ紹介プログラムですね、紹介された方もね、プラス1000円もらえるっていう風になりますんで、全部で6500円分のね、ポイントがもらえるって言った形になります。で、こちらね、利用していただくにはですね、紹介コードとエントリーとね、あと入金がね、必要、1万円のね、入金が必要っていう風になっておりますんで、紹介コードはね、概要欄に載せておきますんで、そちらからね、利用していただければな、なんていう風に思います。こちらね、全部で6500円ね、もらうことができるっていう風になりますんで、
こちらね、非常におすすめです。で、こちらもね、12月20日でね、終わってしまうっていう風になりますんで、まだね、オリーブフレキシブルペイね、申し込んでない方はですね、こちらね、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。できそうだったら、ゴールドもね、プラチナも年会費初年度無料でね、利用することができるっていう風になっておりますんで、こちらがね、非常におすすめですかね。まあ、できればね、プラチナカードはね、5% でね、クレカ積み立てできるっていう風になりますんで、毎月2500ポイントこれだけで、ね、獲得することが、まあ、1年間ね、無料で、年会費もかかんないでできますんでね、非常におすすめっていった形になっております。はい、ということで、今回ですね、まあ、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきました。まあ、今回ね、そこまで多くなかったと思うんですけど、どうだろう、動画は、結構長いですね。はい、ということで、公式サイトはね、全部概要欄に載せておきますので、ぜひね、気になるものございましたら、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。